まあ、僕今氷見市の地域おこし協力隊で氷見の方にいます。でまず経歴の方なんですけど、ざっくりとあの自分の方のブログ、ワードプレスで作ってるブログの方で神垣さん作ってもらったんですけど、でそちらの方に入るかな。でまあ、最初に言っとくと、あの本当今先ほどの話もさっぱり分かんないです。で限りなくユーザーですもん。ユーザーだけどなぜかここにいるのが来てる形で来てます。あ、いいですいいです、ざっくりで、はい、はいはい、ありがとうございます。でまあ高校時代野球やってたとかいう形で書いてあって、そうなんです牧原の後輩です、はい赤星の先輩ですけども。で16年富山の新湊の大橋でこっち来て、で本当大長谷っていうところで17年から山里代理をやって日地域交流、まあそんな感じだと、あの本当に里山をずっとやってて、でそれで仕事辞めて、で実際この方にでやりたかったんですけども、あの地域おこし協力隊制度が、富山市の方ではなく、で今氷見市の方にご縁があって氷見市の方でやってます。であとその中で今回も、21年同時から大長谷でのワードプレス、まあ、ここに来た時も最初だったんですけど 2.9 をまだ24年5年でも使ってたような形で、それをなんとかできないかっていう時に、あの時上市さん、あのワードベンチの写真部のがと友達になってワードプレスってのがあるよって話 でそこから上垣さんを紹介していただいて、その時にワードプレスを作ってもらいました。で作る段階で大体もうこんなことやりたい、あんなことやりたいって話を上垣さんに話しながらずっとやってますということなので、まあ、あとは行政関係、もともと建設会社にいて行政関係をやってたので、書類関係は作るのよくちょこちょこやってましたっていうのは、経歴です。はい。で、まずちょっといろいろ聞きたいことがあったので、2つまず質問あります。補助金や、助成金を、自分で自ら、やったことありますかっていう形で手を挙げていただいてもらっていいですか。挙手。かかった案件でも、案件でいいですか。よいしょ。これどうやって消すんでしたっけ。蓋閉じればいいんですっけ。はいはい、はい、何人ぐらい今いらっしゃる。1人2人3人はい、ありがとうございます。3人か。あとお客さんでそういうような、助成金補助金を使ってそれでの、事業で委託された方っていうのは何人ぐらいいらっしゃいますか。ですよね、はい2人。あとさっきもう一人誰でしたっけ。神垣さんでしたっけ。うん、はい、あそっか、神垣さんもそうですね、僕もやってますから。ってことは、あとの、せっかく今こんだけ十何名いらっしゃる優秀な方々のところで、本当にお客さんからお金を取るだけ、取るっていうか、まあ、いただいてるだけっていうのが多いっていうのがすごく分かりました。今日12人でしたっけ。13ですね。13人、はい、はい、ありがとうございます。でもう一つ質問あります。これがちょっと聞きたかったことなんですけども、田舎、まあ、今富山県田舎です、僕買いましたと都会、まあ、東京、名古屋、大阪、首都圏の違いの、ウェブ関係をやってる人たちの、違いって何ですか。これ一人ずつ聞きたいんですけども、どうしましょうかね。じゃあ川崎さんからこういう形でいきましょうか最後これに来た方がまた面白いかなと思いながら、違い、これが聞きたかった。適当に聞いた話では、はい、社会の案件の方が予算が大きいっていうのを噂でよく聞くのと、あとこちらの方だと割と崩したくて、何でもウェブ作ってねって言ったら、その人がデザイナーなのかとかコーダーとか、そういう分業っぽくなっ
パソコン屋さんくくり。なんかそんな感じの、なんか、実際何でもできる人もいると思うんですけど、私実はプログラミング寄りのことはできても、はい、イラストも描けないし、綺麗な配色とかも思い浮かばないけれども、なんかそういうのも含めて、なんかできるよねと。そうですね。はい。あと、無線なんとか、全部詳しい。無線なんも。うち、あれですよ。ファックスいけますよねって言われて。ファックスですね。いけます。ファックスってファックスの。ファックス設定ですね。ありがとうございます。何でもいいですから、はい。スキャナの設定でビビったんですけど、ファックス。スキャナ。何でもいいです。なんかそのなんかそんなイメージとしてはそういうちょっとその作るよりのイメージしかないんです。はい、はい、じゃああとすみません、もう一つ川崎さん聞きます。強みって何ですか？強み、田舎の。田舎の、あ、いいか悪いかはあれなんですけど、はい、都会よりもちょっと情報の伝達が遅い分、ちょっとキャッチアップ、都会から遅れてても周りのお客さんもちょっと遅れてるので日本がアメリカのなんか先に流行っているところをちょっと追っかけても反戦最先端っぽく見えるのが、そう、日本の中の都会と田舎でもあるのかなと思って、ちょっとそのちょっとだけ美味しいなと思います。はい、ありがとうございます。質問が都会と田舎ですね。制作者でいいですか？制作側からの視点だと。はい、じゃあ次お願いします。まあ、うちはもう印刷会社なので、はい、やっぱり印刷の組み替えって上司に払うという時にはお客様は特に抵抗はないんですけど、はい、そうではない情報的なもの、きちんとどちらを買ってあったり、もっと伝達も広がったりするのに、これには同じだけの多分価値があるだろうと思うようなことであっても、そこはもっと何か良くないみたいなふうに、なんかメンテナンス業とか、それは次回からも年間こんだけとかいうのは、なかなか言っても理解されるのは、はい、価値、印刷の料金は、対価でもらえるけど、情報伝達に関してはどうかって話ですよね。そうです。情報っていうのはインターンウェブのこと、ウェブとか、まあ、開発とか、まあ、それに対する、まあ、こう教えたりとか、そういうのも全部含めてじゃないですか。はいはいはい、ハードは払いやすいけど、ソフトはなかなかっていう。ソフトって何ですか？人件費ばっかりのものですよね。物理的なものがない。そう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 。ないと。人件費料とか、調査料とか。なんかもらいにくいというか。この業界で全然わからない。はい、じゃあ強みは強み、田舎の強み、はい、まあ、先ほどもおっしゃられたように、やっぱりあの本当の最先端をお客様に提供しなくても、はい、ていただける場合、なるほど、ありがとうございます。じゃあ次お願いします。同じく、まずデメリットがないですか？ダメですよ、はい、クライアントさんによっては、そこの分かってらっしゃる方のミーティングとか調査料がかかるようなできるかどうかを調べるのもあなたの人件費とかだとか、そこはちゃんと追求してねって言ってくれる人から、もういくらあの質問されても調査しても当たり前にそこは無料でしょみたいな方が言われて、後者の割合が圧倒的に多いなって感じているところ、はい、と、あと、まあ、修正を何回しても無料だっていう概念があって、まあ、確かに希望のものが出来上がらない希望のも
ものが出来上がらなければ意味がないっていうのは私も発注側からすごく分かるんですけど、まあ、そこに対して折り合いのつけ方っていうのを発注側も、まあ、念頭に置いていただけるとありがたいなと思うところもあると、あの用語が伝わりにくいのですごく噛み砕いた説明をしなきゃいけないなと思うときはあって。そこはスキルとして自分にも求められているものだと思うので、なんかお正月というのは、まあいいんですけど、なんか時々話すこともあります。はい、ありがとうございます。メリット。本当にデジタルデバイドを武器にできるということですよ。その情報。またそれ横文字分かんないですよ。デジタルデバイドって何ですか？あの情報格差を武器にして、多少自分が遅れてても、それは平均よりはちょっと知ってるから、そこの部分の障害になるなっていう。はい。東京からの下請けの仕事とかは受けやすいのかな。人件費安い。都会よりもウェブ制作費の平均の相場が低いっていうか。富山の。あの要は都会でエンジニア雇うより高いものに。ちょっと人月計算が安い。富山だと40万とか、東京とかだったら60、80とかザラなんで。何が40万なんですか？1ヶ月あたり、私が出た1ヶ月システムを作るときに、富山だと40万で作ってくれっていうケースが多いんですけど、東京行ったらそれで80万円でいいんですよっていうケースがあったりして、東京の業者が富山に発注すれば40万ぐらい下がるということですね。東京の発注を富山まで取れれば、割とそういった会社多いですよね。支社を東京に置いて、東京で仕事って実際は富山でやるっていうところは、まあ、インテックもそうですし、いくつか増えたんで。あ、インテック。工場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 多いんで。インフラにお金がかかりにくいですもんね。土地が安いんで。生活コストも低いです。うん。インテックさんのホームページに分かるでしょ、安くても考えてから。それ多分賃金の問題だよ。手元にはそんなに入ってこない。それは言えないです。外部人間なんで。はい。これでも書いておいていいかな。もう全世界配信ですね。声入ってました。声。ユーストリームってそういうことなんですよね。あ、もうこれだから。リアルタイム全部。バレてます。はい。じゃあすいません。そこら辺気をつけてください。やっぱ田舎の方がもう決断とかもちょっと時間的にも。決断って何の決断？まあ、あのいろいろ作成になって方針を決めるとか、そのまま意思決定を、まあ、そうですね、はい、まあ、ちょっとゆっくりしてるというかところがあるのかな。なんか都会の仕事を受けるとなる早でってよく言われないんですよ。なる早で今日の夜とかあれみたいな。そうですね、よく言われます。早いなぁ。ああ、アズユー、アズスナブコシブ、アズスナブコシブ、アサップ、アサップって何ですか？ ASAP、もうそれ、リードが早く、出るだけ早く、はい、あと田舎のいいところ。でも逆にそうなんだ。これですか、うん、あ、そうですね。それってそこで妥協しとっていいかなと思う。はい、そこで妥協してもいいかな。はい、じゃあ次お願いします。そうですね、大体で尽くしたけど、まあ、技術者っていう観点でいくとセミナーがっていっぱいあるかもしれない。セミナーがないですか？技術的なセミナーがいっぱいあるんで、だからお金払ってでもいくらでもセミナー行くんですよ。勉強会。勉強会。都会が、田舎が？都会が。
田舎は全くないですね。年に1回2回にあるかないかとか。展示会系も全然ないですね。まあ、週1ぐらいでやっぱりありますから、ね。大変で仕事帰りに今日はこれセミナーやってるから寄って帰ろうかとか。会社のお金でそうそうそう出してくれるんで。すげえビルとかでね、それこそオラフルとかで、そう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 、そうそうそう雰囲気違いますもんね。なんかモチベーション違いますからね。そう。ちょっと俺はみたいな。っていうのはやっぱり全然違うんですよ。まあお金の向こうは技術者取り合いになるんですよ。技術者をこう取り合ってだんだん技術者の価値が高くなって単価が上がっていくから、あの値段になってきますけど、こっちのこっちやっぱ。なんか別にウェブ屋さんだからホームページだけっていうわけではいないと思うんで、そういうところがいっぱいある。なんか別にそこからもうちょっと技術さんが勉強すれば他のことも技術さんになる。そういうところに足を踏み入れないっていうのが悪いところかなって思うんですよ。足を踏み入れない。何に？新しい技術に挑戦しないっていう。でもここの会ってその新しい技術をやってるところを。ですよね、そうですね、はい、まあ、でもそういった新しいこともやっぱ向こうだったらみんなで知れるっていうのが本当に僕のいいところですね。複合的に話し合いましたけどそんな感じです。はい、ありがとうございます。いいところは富山の、はい、あ満員電車に乗らなくてよくない。重要らしい。重要ですよ。すごいパワー取られます。疲れる。大変でした。ポテンシャルやれます。やられますね。経験者が。そうなんだ。始発がある近くに住んでたの。ちゃんと座れるように。1時間半くらいかけて。1時間半かけて。1時間半なら近いんじゃない。電車に1時間半。今はご自宅で、もう寝てゼロで、同じことができるんですけど。ちなみに富山に1時間だと金沢なんで、県外行けるんでしたっけ？金沢遠いですけど。そこに近くもできる。高速で来れば。1.5 時間、はい。はい、じゃあ次お願いします。まあ、ライバルの会社が東京はすごく多いと思うんで、はい、やっぱり求められるスキルが非常に高くなるのかなと。だからやっぱりその分、まあ、当然コストもかかるので費用が高くなるのかなと。まあ、そうですね、会社側はもちろん教育の、まあ、そういったものも実は富山にはない、うん、富山の会社には、まあ、そういった教育従業員をこう教育するようなプランもあんまりなくて、まあ、自分で勉強してくださいねっていうとか多いんですけど、割と東京だとそのエンジニアの取り合いっていうのもあるので、なるべくこう社内の、待遇というかそこらもまあ、なるべくモチベーション上がるようにしようとかったりとか、そういったところが結構しっかりしてるところが多いの で、そこでまあ他の会社よりもうちの会社がいいですよっていうところでまあアピールしてるのかと思うんですけど、はい、ちょっと会社の体制がちょっとやっぱり考え方が違うのかな。富山で一番大きいところってインテックなんですか？インテックですね。待遇いいですか？はい。あ、そっか。でもさっき出しちゃった。あ、ダメです。はい。でも、富山を代表する企業は間違いない。間違いない。はい。IT もインテックです。あ、そうなんですか。へえ。IT 系とか IT 系はまあ社内で全部作るので、あ、一応技術は持ってますよね。へえ。あ、そうなんですか。パソコン作ってました。そうですか。そこも作るんですか。設計しますか。すごい。あそこは自社でファスナーとか作る機械も。機械も作るの。あ、ね、あ。は。すごいな。じゃあ次お願いします。はい。都会いいところ悪いところじゃないですけど。はいはい。都会とか行くとすごい若い世代の会社が結構多いと思います。はい、20代前半とそれこそ学生の時からとか会社作ったりなんか仕事してたりとか、はい、それでもちゃんと作ってたらなんか信用をもらえて大きい資本とかその、なんかできるみたいなのは
都会は結構そういうのやりやすいのかな。すごい若い人たち。ベンチャーとかスタートアップってすごい向こうだと流行ってて、かなり認められてる、企業からも認められてますので。スタートアップって何ですか？支援する企業のほうから、すぐ火がつく。支援。社内で作り出すこともありますし、社内ベンチャーでもありますし。はい。あ、そうそう。なるほど。多いな。富山っちゃいます。ないです。ちなみになんか、この前、氷見でウェブとかで話したんですけど、あまり信用とか、保守的だから、会社とかを変えたりとか、あんまりしないみたいな、昔からの付き合いでやってくる。ノートビジネスになって、なんかウェブの仕事やってますって言うと、あんた、お宅やったわけよ。なんかそうですか。そういう感じで。それに対して、いや、こういう仕事でって言うと通じないから、お宅ですね。感じで、これみたいなことを聞きましたね。それ信用とかは、なかなか取りづらいみたいな。あ、そういうことか。年代層もそこら辺になるし、決定する人がやっぱり年齢が結構上の人が多いので、そういうとそういうことベンチャーとかって若い20代30代の人が社長とかなんで決済、新しい方で決済するけど、富山だったら60代70代の社長とか普通にいるので、そういうとこやると IT 分からんからダメだみたいな、ここにお金かけばやったら機械買うわみたいな人が多いんで。はい、すみません。今この信用取りづらいっていう意見出たんですけど、これ、感じている人っていうか、今のこの13日何人かいますね。挙手お願いします。取りづらい、取りづらい、気づくのが辛い。じゃあ 1,2,3 逆に他の人は信用取りやすいと。あ、面白いな。4人か他では取りやすいってことで、取りづらいか取りやすいかどっちかですか。